俺はそう、毎回言ってるからね。誰か抜ければいいんだって。チームプレイを怠っていけば、結局自分のプレイに、隙が生まれたりするからね。疲れんだけど、こういう暮らしできるようにしないといけなくて。じゃねえよ、まずよ。場所がねえじゃん。ほんとムカつくよな。ほんとムカつくんだけどさ、狙ってきてんじゃねえよ、まずよ。USB スコンディが触っていたところとか加味すればギリギリあれだけど、この状況であれだから、来ないならやめるよ。耐久入ったらやめるよ。いや使えねえ。2人が離れる。もうレベッカとモレルの力のなさ。そうだよね、1人発電機、1人そう、このフォーメーションじゃないと俺はやめるよ。で、手を離す。もう無理だろ。使えない。無理。ダメ。一定レベル超えてない。高い次元にいない。動きがもうダメ。俺はもう瞬時にやってる。そこ、早く。もう超高速で。俺から指摘されてるって遅い。判断が遅い。まあ、俺が一番上手いからしょうがないけど。発電機のポジションに入りたい。ここあったじゃん。多めの方のポイントに入るか。そうだから。じゃない。鍵もあるから誰が拾ってくれる可能性もある。なんだよー。使えねえやつってまずダメだよな。使えねえやつっているよな。レベッカはもう発電機意識高すぎて。フォーメーションを見る限りやばいんだよ。基本的に終わる方向に持っていくか。終わる方向に持っていこう。次に。8戦狙います。終わる方向性でいいです。もう捨てます。モレル、レベッカが作り出してるもんだから。この状況は。やったふりして。
終わらせます。救わないです、当然。モレルは救わないです。打ってるふりして救わないだけです。モレルは捨てます。もう終わらせます、このゲーム。モレルの救助行かないです。行かないです。リスクは取らないんで、モレルは見捨てます。救助意識が薄い人なんて無理なんで。あ、マッチモードに切り替えます。あ、動き見て、結構厳しい。このパーティー、結構厳しい。わ、分かった。シルエットで見えてる分だけよく分かると思うんだけど。シルエットが見えてない中どう動くかだから。うまく綺麗に動けてないっていう気がする。だから結構難しいと思う。まあ、終わったら次抜けようかなと思う。やったふりして見せよう。どこの発電機触ってる？どこの発電機？おいおいおい、どう？タイムタイムタイム。おい！シルドが出てたか？やらねえよな、ほんと。これがヒロちゃん、デッドバランス！スーパース！逆境も強い！これがヒロちゃん。だと思ったキラーの負け。 99% 試合勝っても俺が勝ったのは俺。アントレス、俺を人は呼ぶ。女神が惚れるプレイヤー。女神ってなんだか知ってるか？デッドバイの女神だよ。フォーカスつけてキャンプ体制取ってんじゃねえよ。だから負けるんだよ。フォーカスつけてね、こんなことやってるやつなんて微笑まないんだよ。アメリカの世界に、そんなのがあるのか？フォーカス使ってまで貸したいっていう。そんなことがある？オリンピックも一発勝負だろ、予選が。フェアであるんだろ？フェアにやれよ、信用したまま。ま、俺が勝って当たり前。デッドバイの女神が惚れるプレイヤー。
うん。女神は美しい。美しいよ。でも、美しい心を持ったプレイヤーじゃないと勝たしたくないんだよ。うん。世界最高峰の心がある、俺には。誰よりも試合を諦めてない。アントレス、俺は前の試合チームプレイやったよ。どうしようもない二人を脱出させるために。ね。それが跳ね返ってきてるんだよ。そのためにやる。そうすれば、女神は勝たしてくれる。うん。勝ったのは俺。紛れもなく、これがヒロちゃん。よし、気持ちいい、よし、楽しい。楽しい。